トベドーム初日レポートはこちら。意外な真実が明らかに。ライブに来られない方も番組の雰囲気を少しでも感じていただけます。トベドーム初日レポート到着。新曲、Beyond Your Side のボーカルを彷彿とさせる素晴らしい曲をリリースしたナンバー、イさんに驚きましたが、岸くんの声が会場に響き渡り、その歌声に魅了されました。 さらに、映像を見ていても鳥肌が立つほど完璧だった富士冒頭のゴイさんの登場や神宮寺くんの演出力も素晴らしかった。ただし、このレポートは単なるイベントレポートではありません。トベドームの初日を別の視点から探っていきます。そこで、興味深い仮説を提案したいと思います。音楽の魅力が人々を魅了するにつれ、ライブ会場という空間はさらに拡大し、別次元へと進化していったという考え方です。 この仮説を検証するために、私たちは他の情報源を調査し、とべ、ドームのオープン日を様々な観点から調べました。そして、興味深い事実を発見しました。例えば、他のアイドルグループのファンでもある観客は、自分の好きなメンバーのソロコンサートに行きたいと考えていると報告されている。これは、とべ、ドームの魅力が新たなファン層を魅了し、新たな体験をもたらしたことを示しています。 ライブの現場でも特別な瞬間がたくさんあります。紫輝くんが目の前で歌うと感動したり、平野紫耀のダンスパフォーマンスの前には会場全体に安全祈願の声が聞こえたり、これらの瞬間はライブ会場の特別な雰囲気とアーティストとファンの絆を象徴しています。しかし疑問があります。問題はライブ会場という空間が本当に全てのファンに開かれた空間なのかということだ。 ステージやアーティストとの距離により、ライブを満喫できない観客もいるかもしれません。ライブに行けない人がライブ映像でライブの雰囲気を体験できるのかという疑問もある。この質問に対する答えは明確ではありません。ただし、私たちはライブ会場の体験をより包括的なものにする可能性を模索しています。例えば、よりフレンドリーな環境を提供したり、ライブ映像をより魅力的にする方法を検討してください。 トベドーム初日の取材は、単なるライブ中継以上のものを私たちに届けます。それは音楽とファンが交差する特別な瞬間を発見する旅であり、新たな可能性を発見する旅でもあります。そして、この旅はまだ終わっていません。次回のトベドームイベントでは、さらなる探索を楽しみにしています。本当に面白いですね。ライブ会場での体験についてはどう思いますかライブエンターテインメントの未来はどうなると思いますか これらの質問についてあなたの意見をお聞かせください。